い、皆さんこんにちは。それではね、妖怪ウォッチ3続きをやっていこうと思います。ではね、今回は廃病院のあれですね、緊急クエストやっていこうと思います。ということで、移動のところはカットしましょうか。はい、じゃあカットしますね。はい、着きました。さて、じゃあここ開けて中見ていきましょうか。お、宝箱。お、一つ星コインのかけら。かけらゲット。あれ、かけらってね、何使えるんだっけな。確かあのね、一つにまとめて一つのコインになるとか、そういうのではね、なかった気がするんですけど、カップ麺だ。なんか交換素材だった気もするけど、なんだったっけな。待ってました、この薄暗い雰囲気、テンション上がる。見るからに危ない場所だに、もういろいろなんか断って帰るだに、断らないし帰りません。だってヘメト実験だよ、こんなワクワクすることって他にある。はぁ、あ、何があっても知らないだによ。さて、じゃあちょっと一回日記書かせてくださいな。よし、じゃあやっていきますか。奥に行けばいいんだけど、なんかいろいろアイテムあるから見たいんですよね。あー、なんかついてきたんだけど。くじ引き券ありがとう。ああ、くそー。じゃあ初バトルやっていきましょう、コンパートの。ん、風かも。あ、なんか右のやつかわいいんだけど。氷結の術。おお、おお、これなんかあれやな、バトルになりそうな気がする。あの影村委員のあの委員長と過去のシーズンではね、バトルになってるんですよ、やつらと。おお、いいね、倒せ。よし、オッケー、ナイス。こぼれるしってかわいい。よし、倒した。あ、タカのおにぎりいいですね。でしょ、ムーンさん、あれだよ、食べ物系のお話大好きだから、やっぱ妖怪ウォッチツボなんですよね。美味しそうな食べ物出てくるから。やっぱ追っかけられそうな予感。あれ、今回、あ、下行けるじゃん。あ、やっぱこっちか。やばいやばいやばい、降ります。でこっちだね。はい、地下実験場。あー、来たー。あ、ちょっと待ってね、宝箱がある。真面目に生きる。わー、なんか中に入ってるぞ、いろいろ。あ、こっちにもあった宝箱。これ全部妖怪かな。お、マイニャンパーツ。ワンパクニャンの声を手に入れた。あ、それはマイニャンとか全然やってないな、いつしかやるか。いた。な、何者だ、私の研究室に入り込んだやつは。ちわっち、あなたが山根カムレ院長ですね。不思議探偵社のムーンです。あ、あ、不思議探偵社の人か。いやいや、よく来てくれた。これね、お受けしに来ました。何かお手伝いすればよろしいですか。アオバによってはドクターラッパーを買ってきてくれ。ドクターラッパー、そんなのアオバに売ってたかね。専用の自販機が一つあるんだ、買ってきてくれるね。それただのパシリじゃないだに。こら、失礼でしょ、サピアン、実験のために必要なんですよね。そうなんだよ。ああ、あれがないと落ち着いて実験ができなくてね。ま、ますますやばそうな感じだに。それじゃあドクターランパーすぐに買ってきますね。よろしく頼むよ、早くしてくれよ。ドクターランパー持ってなかったっけ。持ってないのか、くそー。青葉にじゃあ一回行かないとダメですね。わー、面倒。よし、じゃあ青葉ついたんですけど、自販機ってどこにあるんだ。お、9時か。あ、やばい、やっちゃった。自販機。あ、で宝箱はちゃんと取っていきましょう。ハンバーガーありがたい。よいしょ、自販機。あった、ドクターラッパー、ここか。おっしゃ、1本でいいよね。よし、じゃあ戻りましょう。あ、マステン。はい。はい、じゃあ戻ってきました。買ってきました。はい。渡しましょう。ヤバネカムネ委員長、ドクターナップお持ちしました。
おお、これだこれ。はい。プハー、生き返る。で、それどころではなかった。実験動物妖怪が逃げてしまったのだよ。実験動物妖怪が。ところで、実験動物妖怪とは一体。どうやら実験に使われる妖怪らしいのにね。で、そのまま。とにかくこのレーダーであいちゃんの居場所がわかるはずだ。おお。じゃあ実験動物妖怪を探してこいと。実験動物妖怪全部3匹だ。私は手術室を探すから、君は他の場所を頼むよ。一刻も早く捕まえてきてくれ。で、これまたパシリじゃないだに。じゃあ、3匹捕まえましょう。実験動物妖怪ね。はい。まんべんなくいる感じかな。まあ探しますか。でもさ、結構ね、ここ廃病院の妖怪たち強いからね、用心しないと。よいしょ、用心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 。よいしょ。気づくとね、みんな追っかけてくる系だから怖いんだけど、ほんと。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あー、行き止まりです。行けませぬ。あ、やばい。その結構ね、果てしなくみんな追っかけてくるんだよって。わー、やばい。ちょ、バトルはカットしますね。うん、1体目ここか。トイレみたい。こんなとこに実験動物妖怪が。キー、なぜこの水場を選んだ。トイレっていうね。さて、あとは、わー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 、来ちゃった来ちゃった来ちゃった。やだ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 。ここも特にアイテムはなしなんだけどって。待って、あれ、ここになんかまた院長がいるんだけど、なんで。あ、ここに移動したのか、院長。へえ、まあ、いや、アイテム取って、さて、あ、やだ、もうほんと、もう。よし、二つ目発見しました。ちょっと待ってね。一つ星コインのかけら見つけて、ここだね。実験動物妖怪発見。ぐー。ほらほら、こんなとこで寝ない。みんな亀なんだな。そう、ちょっとね、パーティーの入れ替えね、しようと思います。さっきね、ちょっとバトルをしたらですね、大辞典のメダルで、そう、あのね、この子ゲットしたんですよ。なんだっけな。なんだっけな、あれ、ズキュキュンタじゃなくて、なんだっけな、名前が出てこない、名前が出てこない。そう、キューコンでつけたんだけど、なんかね、あの、ポケモンのロコンに似てる感じでね。あ、そう、キュンタロウだ、キュンタロウ。ゲットしたんですけど、そう、なぜかキューコンでつけちゃったっていう名前を。はい。なんかちょっとスキルがね、回復系だったので、妖術とかね。あ、スキル回復じゃないか。あの、妖術がね、ちょっと回復系だったので、ちょっと入れ替えをしようと思います。ちょっとね、次のキュッピー見つけたら、やります。いいね。ちょっと、うるおうわーって感じなんですけど。あ、よし。宝箱。宝箱。OK。あー、漢方ありがたい。あれ？あ、違う。もっと奥か。よいしょ。おー。あー、いた！いた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 。実験動物妖怪見っけ。あおー、ひなたまこちゃんにごめんね。よし、これで全部だね。やばれかぶり院長のとこに連れてこう。よし、ここね、妖怪がね、結構強いから、レベル上げとかにちょうどいいかもしれない。パワフルな腕は。よっしゃ、よいしょ。もう、よし、じゃあここですね。院長がここに移動してるので、さて、終わったぞ。おー、連れてきてくれたか。よし、それじゃあ始めるとしよう。いやいや、実験開始ってわけですね。それでどんな実験なんですか。こいつらを使って改造妖怪を作るのだ。改造とかって言葉の響きにワクワクするけど、さすがにそれはまずいんじゃないかな。まずくない。実験の役に立てばこいつも喜ぶはずなのだ。それは違うだに。きっと怖かっただに。だから実験室を逃げ出したんだに。うるさいうるさいうるさい。あ、やっぱバトルになる。私は邪魔するというのは排除しなくてはいけないね。
許せないのに実験動物は優しくするだに。あーやっぱりかーかー、よしやりましょう。やぶれかぶれ園長、これね、このハート、どこだ、コロチェンジ、あ、ちょ待って、お払い、やばい、ちょっと待って、あった、ちょっと待ってね。このハートがね出てるところが攻撃しなきゃいけないところで、これオッケーオッケー、お大事にだと、あ、やばい、ほっほっほっ、よいしょ、どん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 ね回復しちゃうんですよね。なんかね、シリーズでもね、こういう層で戦ったことがあるのでね、戦い方はちょっとわかるんですけど、ハートがね、時々出る、あった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 、今度こっちだ、よいしょ、ちょっと待ってね、このハートを壊していかないとどん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 回復しちゃうので、よいしょ、 OK、うおー痛い、ここだね、オッケー、よし、ナイスナイス、下に、あー痛い、オッケー、回復間に合うかな、ああー、わー痛い、回復しよう、オッケー、よし、あ、やばい、ここ、あ、ちょ、オッケー、オッケー、ちょ、なに、痛い、よいしょ、必殺技、よいしょ、はいはいはい、このバトルね結構慌てるんですよ。結構あれですよね、ピンでどっかを壊してっていう要素が出てくるので、よいしょ、今度ここ OK OK、 移動するか、あ、やばい、ちょっと待って、イケメンが、イケメンが、はい、これでいこう、で今度はここだね、で壊していかないと、あ、ちょっと待って、キュン太郎のスキル見たいな、よいしょ、あ、やばい、ハートにキュン、お、あ、回復なんだ、めっちゃいいじゃん、キュン太郎、よいしょ、はいはいはい、しばらくちょっと回復役で頑張ってもらおう、キュン、オッケー、あ、メスでザッパ、痛い、ちょっと待って、まずこれ、これ取って、あー慌てる、これ、よいしょ、はい、あー、また出てきてるハートが、よいしょ、はい、オッケー、移動して、よいしょ、危ない危ない、お大事に、いいね、オッケー、特上シマフリ HP を全回復、いいね、でもこれ移動できないよね、この死体なんかバーって出てるもん、真ん中の列のとこでやーって、痛い、
よいしょ。オッケー。まだ一つ技いけないかな。お、お、来たー、チャンスだけど攻撃して攻撃。よいしょ。オッケー、ナイスナイス。ハトにキュン、ハトにキュン、ハトにキュンキュンキュン。なんだここさ、あの弱点が予想した時にさ、ちょうど必殺技が使えないっていう、ほんともうクソ野郎なんですけど私。北谷、あ戻っちゃった。ああ、お払い。どこ？あ、これか。オッケー。ね、ここ、ここ。よいしょ。うわあ。うん、やばい。もみじまんじゅうが。ベダモード、やばい、ハード吹いてきちゃった、ハード吹いてきて、早く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 、よいしょ、オッケー、戻す、よいしょ、ふう、特上霜降り残しといてよかったね、あれね。あ、やばい、ハトにキュン。あ、よかった、潤った、よいしょ。うわー、OK、 あとちょっと、あ、よし、あとちょっと、頑張ってお前ら、頑張って。あー、妖力吸収だと、よし、倒した、お疲れ様でした。ふー、また動画長くなっちゃった、もう40分超えちゃったよ。ふー、終わった、よし。お、みんなレベルが上がりましたね、ナイスです、お疲れ様でした。うん、キュン太郎いいな、回復役にめっちゃいい。はあ、はあ、なぜお前がそんなに熱くなる。ミーは昔実験動物だったんだに。だに、でも博士は絶対ミーが嫌がることをしなかっただに。そうだに、博士はいつもミーに夢を聞かせてくれただに。ミーと出会った記念日にはケーキも買ってきてくれただに。ううう、なんていい友情なんだ。ういいな、友達。私はずっと一人だったからな。何言ってんだに、実験動物妖怪たちはユーの友達だに。わ、私は友をなくすところだったのか。許してくれ実験動物妖怪たち。うう、泣くなだに、分かりゃいいだに。私はどうも研究に集中するあまり大切なものを見失う癖があるようだ。これまでにもいろんなものを失ってきたような口ぶりですね。だけどこいつはだけ守りたい、自由にしてやりたいんだ。だから最後の頼みは聞いてほしい、聞いてくれ、私を海岸に案内してほしい。いや、思ってたよりいいやつだに。案内するだに、ミーたちについてくるだによ。おお、じゃあ桜中央シティの海岸に行こうということで、ちょっとさらにまだ動画が長くなりゅー、長くなりゅーけど、ちょっとお付き合いくださいませ。じゃあこれ、このね、あの緊急会が終わったら今度こそお会いにしようと思います。じゃあ一回にちょっとセーブを書かせてください。いや、ちょっとさ、動画がさ30分超えると慌てるんだけど、終わらせなあかんみたいな。な、じゃあちょっと桜中央市の海岸まで行こう。いや、めっちゃ慌てるわ。いや、なんかさ、編集すると
何分になるんだろうって考えるとさ、編集でカットしてもカットしても30分とか超えそうで怖いんだけど、ああ夜なっちゃった、夜なっちゃった。あーでもあれだな、矢印出てるからできるな。よし、じゃあちょっとね、次回のクエストあれだよね、妖怪捕まえなきゃいけない系だから、ちょっと捕まえてからスタートしようかな動画。うん、そうしよう。前にもね、ちょっとこればっかりに時間かかっちゃって、メインストーリーが進められてないのでクソって感じですけど、よいしょ、こっちね。お、夜釣り、釣りのおっさんがおったな。お、10円ガム。あった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 、この辺、あ、いた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 、院長どうも。これでお前たちは自由だ。な、泣いてなどいない。これは海水だ。海水が飛んできたのだ。あ、戻ってった。ね、カメさんたち可愛かったね。実験動物の。スイーって、スイーって。そうだ、さっさと行け。あれ？あ。元気で、元気でやっていくんだぞ。いつかまた会おう。大きくなるダニよ。ちょっと、え、なにこの感動的な雰囲気。あ、よし、あれで試してみるとしよう。これが成功したらきっとボスも喜んでくださる。くくくく、誰だ。君たち世話になったね。これは私からの感謝の気持ちだ。ああ、ヌーのバックナンバーありがとう。おお、それはまさかのヌーじゃないっすか。ああ、エイリアン誘拐事件の特集号だ。やっぱり私はこういうものに惹かれるようでね。ああ、まあ確かにそういうマットな見た目してますしね。え、マットな見た目。まあまあ、何にせよサンキューベリーマッチだね。終わった、はい、病院。ああ、長かった、めっちゃ長かった。はい、さて、お、レベルが上がっていく。古ぼけたラジカセ、また面白いアイテムもらったな。よいしょ、ほう。あー、もう惜しいとこまで行くんだけどな。またナス点ですか。ふー、おー、どん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 リンクの元が増えていくんですけど、さて、じゃあね、今回はここで終わりにしようと思います。じゃあね、次回はね、一番最後の研究クエストやっていくんですけど、妖怪をね、捕まえなきゃいけないので、それがね、妖怪捕まえたところからやっていこうかなと思います。なのでね、割とサクサク終わるんじゃないかなと。はい、では、今回も動画長くなっちゃいましたけど、ご視聴いただきありがとうございました。